サディプイビスコ監督のイカリアです。副監督のマタマです。キャラクターデザイナーサリーアイです。よろしくお願いします。今日は高木さんの撮影の高木さんの第2弾。どんな内容でした？鉄人のサビの処理とキャラクターのサビの処理を高木さんが。大変だよね、あれね。そうですね。ハムとかジャビとか。ジャビよく忘れたりします。どっちにあったことか。あ、そう、結構サビ抜けとか多かったよね、なんかリテイクが。ありましたね。ね。なんか井川さんがすごい、ジャビのサビ抜けよく発見してたイメージ。そうです。今でね、いっぱい。そうですね。書いてたから。確かに。てか、そもそもキャラ表が俺間違えてて。井川さんに言われて直した気がする。 あ、そうなんですね。逆にそう、おられてつわげて、はい、第2弾どうぞ。3D さんの方で基本的に素材分けってかなり細かくやってくれてるんですよ、うん、なんでこういう胴体部分の素材だけこう抜き出してしまって上方向の部分だけ。あ、これは 3D の素材。そうですね。あ、見せてもらいました、この間。めちゃめちゃいっぱい1枚につき何個も素材があって、あ、はいはいはい。で、まあ上方向のこういう部分だけ抜き出して。これ高木さんも作ってるんですか？そうですね。これちょっと細かく処理を入れてるって感じですね。作るんですね。はい、何でも作れるんですよ。一気にハードルが。どうやって作ってるのか見てみたいですね。それ見たいですね。で、あのアキラの変なこうにおって博士にこう触ってくる波形あるじゃないですか。ああ、あれも撮影ですか？セルじゃなくて。あ、わかんないですね、あれ。3D。いや、絶対なかったですよ、あの時代。あの空中のやつですよね。そう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 。ドーム状の。いや、あの時はないんじゃないですか。ないんですか。ジャステルだと思います。へぇ、ちょっと似てましたよね、その、鉄人の覇気。本当ですか？ああ、そうですね。動き的には。確かに。すごい。すいません、今日はなんか僕、予算が。え、全然です。鈴木さん的にはこういう、いろいろ、こだわって、レイヤー分けしてくれてますね。キャラクターに乗ってるサビの体の撮影さんに張り込んでもらってるんですよ。へえ、そうっすね。ワンのサビってこの顔とか体に入ってる処理ですね。伊藤さんっぽい。伊藤さんですね。そうですね。これが、あの、仕上げさんから上がってきた状況で、こうアップで見ると、基本こうガタガタしてるというか、撮影の方で基本的にこういうのに、その、スムージングっていう処理をかけて、まあ、馴染ませるんですけど、その前にここら辺の境界線を歪ませるというか、いうことをしてる。最初こういう風に白黒のデータにしちゃうんですよ。で、こういう風に境界を一回ぼかしてちょっと調整しつつ、真ん中のグレースケールの部分に処理が入るようにしてるんですよね。そうすると白の部分と黒の部分は処理が入んないんで、中間のグレーのグレーにした部分のにだけこういうノイズっぽいというかザラザラした処理がかかるというのをやってます、ね、で、できた今のマスクに対して上から、フラクタルノイズっていうテクスチャーって言っていいですかね、この表面の質感を足してる感じになりますね。基本的にこのフラクタルに関しては全部キャラの動きに合わせて位置調整しなきゃいけないんですよね。なんで今この中心点ここに置いて
を地味に動かしてる。キャラがその前後に移動したらそのスケール感も変わるんで、それに合わせてちょっと調整してるって感じですね。まあ、こういうなんていうんですかね、そんなにその形状変化に対して撮影で歪ませる必要がないものみたいなものはまだいいんですけど、例えばなんかスカートの柄とかっていうのは真正面から張り込むみたいなものじゃないので、このシリンダー状のものに合わせて張り込まないといけない、そういうのになるともっとないのがちょっと上がっちゃいますけど、主な処理的にはこういうものを、まあ、ジャビオですね、こういうものが全部入っている形になりますね。